銀幕にポップコーンはい本日も始まりました銀幕にポップコーン今回はパーフェクトブルーについて語っていきたいと思いますということで本日は私山田とライターの谷口さんはい谷口ですよろしくお願いいたしますはいそしてジャンル複合ライティングの笠井さんはいよろしくお願いいたします はいこちらの3人でお話ししていきますということで「パーフェクトブルー」なんですけどもこちら年にに公開されたンシ監督によるアニメーション映画となっております、えー、このたび公開25周年そして制作スタジオであるマットハウスの50周年に、えー、合わせまして、えー、こちら 4K リマスター版が公開されました。 期待、えー、のアニメ作家であるコンサート氏が世に広く知られるきっかけとなった作品であり、えー、現実と虚構を曖昧にする映像作りは、後のクリエイターに多大,大な影響を与えましたということで、なんと劇場でね、パーフェクトブルーを見る機会があるということで、なかなかこう貴重な機会だったわけですけれども、まあ、お話です、えー、アイドルグループ、チャムに所属するミマは、アイドル活動に限界を感じ、グループを脱退、えー、女優を目指し始めます。 連続ドラマの早くを得たみまの周囲にいつしか不穏な影が漂い始めるということで、まあ、90年代結構ねサイコホラー流行ってたんですけれどもこうちょっとサイコホラー味の強いお話となっておりましてまあちょっとこう犯人は誰なのかみたいなところも含めましてお話が進んでいくんですけれども、まあ、今回、えー、と25年前の作品ということで全編ネタバレありでお話を進めさせていただきたいと思います。 まあぜひねえっ、ー、とフールなどでえっ、ー、と配信されておりますので興味のある方はそちらぜひぜひご覧になってくださいはいということでえー、まあ今回ね 4K リマスターが、えー、配信されました配信じゃない上映されましてまあタニさんえっ、ー、と i g ジャパンでも記事書いていらっしゃるんですよね、はいえー、書いてますはい、はい、書かせていただきました <laughs> 今回いかがでしたか 4K リマスターいや 4K になったんだなというのが <laughs> まず実感ですよね、はい、なんか噂では、そもそもあのマスターがないので、い 4K 自体、<laughs> いわゆる,その、まあ、わゆるそのフィルムの状態からの 4K っていうのは、多分できないんじゃないかなって言われてた、だから今回見ても、いわゆる 4K リマスターっていったときに、浮かぶようなバシッとした綺麗な色、はい、あとくっきりとしたあのアウトライン、それからシャキッとした音声って感じはしませんよね。あ<ー>なんか見ていっったたところどころろどノイズが入ったり、はい あとはあの非常にガタってたりとかして、そ,ね、それがそのまま劇場での若干クリアになった、それと若干色味がはっきりしてきた、うんうん、そして音声もしっかりしてきた中で見ると、ああ、ビデオ作品を劇場で公開してるなっていう、逆にそう思っ <laughs> ちゃったところがあります。そうい意味でいけば 4K にしていい作品だったのか。今のままで、だから今まで SDR の普通の ビデオサイズでテレビで見ておいた方が良かったんじゃないのかなっていう気もするけれども、でもあの劇場に行って、満席のお客さんがパーフェクトブルーを見ている光景を目の当たりにすると、公開当時の完全、まあ、とは言わない、あの劇場時代が小さかったので、いつも満員でしたが、うん、ただそれほど公開規模の大きくなかった時代を知っている人間としては、まあ、涙が出るほど嬉しいですよね。まあ、そういうういい意味でいけばという服でと服 こうやってあのパーフェクトブルーが多くの人に知られるようになったっていうのはとてもいいことだと思いました。えすごいですねよ。満員だったんですかその結構大きい箱でかかってたと思うんですけれども。いや、どこもかしこ満員ですよ。新宿ピカデリーはおそらく、今、うん、あの延長したので、ちょっとあの空席出てますけども、<laughs> はい、ほとんど連日満員で、<ー>うちの近くにあるあのイオンシネマ、市川妙電まあ,あの、行ってしまえば市場 <laughs>、はい、の方ですけども、そこもだ連日満員なんですよ。はい、すごい すごい。い<や>だからもう見る人が探しに行って見るぐらいの映画になってます。すごいですね。なるほど。公開当時見てやってくれよ。っと <laughs> <laughs> 生まれてない方もいらっしゃったのであいでしょうかね。そもでも、大事と,、はい、とした監督じゃないじゃないですか。<laughs> いやいや最後まで。 SNS でパーフェクトブルーの評判ちらっと僕も見たんですよ。そうすると、結構若いお客さんが劇場に多かったっていう話なんですけど、実際どうなったんですか、そのあたりって。いや、もう若い女性の方が圧倒的。女性ですよ、<ー>男性だけじゃない。<性>それもカップルで来たりとか、女性だけで来たりとか、なんか若い方が見に来て、それも最前列で見てたりするっていう状況を目の当たりにしました。うん、あまあこんなことが当時あったかというと、なかった。 まあいわゆる見に来てたのはアニメファンアニメ、アニメオタク的な人たちが見に来てたかなという印象でしたからそれがもうガラッと客層が違ってびっくりしましたやっぱなんかアイドル文化っていうのがもうこの20年の間にめちゃくちゃ変わったっていうのもあるからそういう流れで見に来たお客さんっていうのが結構いるのかなっていう印象がありますね、うん、まあ中身もそうですしやっぱりコンサート誌という名前が 2010年に亡くなって以降、はいうん、逆にそのどん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 大きくなって、幻だの、伝説だの、巨匠だの、だの言われるようになり、まあ、それでも逆に作品を見る機会がそう多くあるわけではない、たまに例えば目黒シネマであるとか、あるいはその早稲田松竹であるとか、うん、そういうところでかかったりする、あ去年だとキネマ旬法ですかね、シアターで4作品かかったんですけども、そういう時折、 折りにかかるときにあ見ておかないといけないぞという人たちが、徐々に増えてて盛り上がってきた中で、この10年、なこの13年、亡くなって以降の,あの逆に盛り上がり方の結果だと思います、うん、そうですね、<ー>じゃあ、リマスターそのものの価値というよりも、そのお客さんというかあ、改めて増えたファンが可視化されるという意味で、劇場にかかる意味というのは、えー、そちらの方がむしろ大きいのではないかということですよね。僕もそう見てます、はい まああの亡くなった直後、2010年、11年ぐらいに多分、オールナイトを今はもう亡くなった渋谷のまあユニクロが入っているビルの中に劇場があったんですけどね、はい、今だとあのライブハウスかなんかなって、そこの劇場でオールナイトをやった時もうすでに満席になって<ー>、で当時の、もう10年以上前で、当時の20代ぐらいが若干来始めてたんですよ、うん。それがあのそのまま上に上がるんじゃなくて、 でどんどん下の若い世代が入ってきて、今の盛り上がり、でその時は1巻で満席でしたけど、今回四40巻ですか、で、ほぼ満席に近い数字を叩き出している、<laughs> そういう状況にこの13年でなったかなという気がします。なるほど そうですねまあ、おしゃれだからなっていうのはちょっと改めてねパプリカなんか見てると本当にこうもう一枚一枚がちょっとそのなんていうか <laughs> 洋服にしたいくらいおしゃれだなっていうのはちょっと今でも思うのでそういう意味でもちょっとアートスタイルの先進性みたいなのもありつつ<ー>、まあ、4K にする意味あるのかみたいなのはもう全くその通りでビデオ作品ってさっきおっしゃってましたけどもと、ま、も、あ、と OVA の企画からっていうところで当時ねたくさん OVA 開発されてたと思うんですけれども、まあ、劇場アニメになってっていうところで<ー>まあこの、まあ、そもそもコン,コンサトシという 作家のキャリアにとっても重要でありつつもまあ元々漫画家であって漫画を連載中にえっ、ー、とアニメ監督としてこの、えー、作品を手掛けたっていうところもあってなかなか結構成り立ちからして数奇な作品ではありますよね笠井さんもご存知かと思うんですけれどもそうですね僕がパーフェクトブルーを知ったのってやっぱり高校の頃だったかななんかやっぱり アキラとか、広角機動隊とか、日本から海外に向けて、こういうクリエイティブがあるんだぞみたいなんで、まあ、いわゆるもう死後ですけど、ジャパニメーションとかいう言葉ですごく言われてた時代ですよ<ー>もう懐かしくて、死にそうになる言葉ですよね。<laughs> まあ、その当時の、うん、まあやっぱアキラとか、広角機動隊のまあ大友克洋さんとか、押井守さんの作品がすごく好きだったんですね。やっぱパトレーバー2とかが、やっぱりものすごく好きで、うん、まあ個人的にすごいベストに入るやつで。でその 90年代流れの長い間、パーフェクトブルーっていうのを、あれ、なんか大友さんで作ってたのかなとかって、ま、見事にあ<ー>あのビデオに書かれてたジャケに騙されまして、<laughs> で、借りてみたんです、<laughs> 僕があります。やっぱ<ー>で、やっぱりあと江口久志さんって名前もあったから、やっぱその2人の名前で借りて、で、見たんだけど、あれ、なんかちょっと大友さんとか。 私もしかもおしーさん系の匂いのツつツコリだけど、なんか違うの。あれ、監督、大友さんじゃねえじゃねえかとか、後で気づくっていう。<laughs> あちょっと老人 Z からの流れを老人 Z もありますね。はい <laughs>。はい。北<と>、まあ、久保さんですけど、<友>あれ、大友さんも中で一部原画書いてたりするんで <laughs>、はい、あでもちろんだから、アキラというのが、あれ、1989年でしたか。あそこで一つ、あのー、 ハイクオリティなアニメーション、はい、背景も含めたハイクオリティのなアニメーションというのを若い人たちが作ったというところが多分出発点にあって、うん、その後、まあそこで得た一つのノウハウみたいなものを、押井守さん監督が、例えばパトレーバーの1であるとか、2であるとか、合格機動隊の方にどんどんと発展させていったというところが大きいですよね。うんうん 実写でなんか映画を作るみたいな方法をなんかレイアウトシステムっていうのをなんか押井守さんが決めていくわけですよね。はい、なんか現実の風景みたいなのをこう決めていくっていうあの時代のアニメ作りは俺はとても好きでやっぱりあのレイアウトシステムの状態であと5、6作品ぐらい見たかったなっていう思う中で例えば1、2、広角ってある中で、まあ、その系列の中に まあ、パーフェクトブルーも結構入るのかなっていう印象なんですよね。そうそうそうで。なんか結構現実の実写みたいなのと手書きのアニメみたいなものが合わさることによってちょっとなんか浮遊した現実みたいなのが出てくるっていう書き方ですね。あの当時のなんかプロダクションアジーやマンドハウスさんがやってるような。だからそういう感じで、うん、あのスタイルが 結構今見ると「パーフェクトブルー」に合ってたのかなとはまあいろいろ思いますね。話をちょっと戻すと「パーフェクトブルー」の印象ってそん僕自身はファーストインプレッションにそんなに結構良くなかったっていうかあ、はい、やっぱ、うん、言うなればうわーやっぱ大友克洋とか押井守さん系みたいな人ってなんかアニメとかオタク関連とかかちょっときょ遠い距離で作ってる人たちなんだなとかっていう感じで。 ちょっと汚なく言えば、この映画って、明らかになんか見にくい絵面みたいなのがすごいたくさん描いてあるんですよ。アキラとかパフォーマルバー2見ると、ああ、確実に、ああ、大友克洋さんとか、押井守さん、この風景美しいと信じて作ってるなっていうのがわかるじゃないですか。明らかにこのパーフェクトブルーに関しては異質っていうのは、別になんか、なんだろうね、なんか、 本さたしさんが自分でこの風景を美しいと思って作ってるかというか、この題材美しいと思ってるかっていうと、絶対そうじゃないなっていう感じで、うん、言うなればすごい、90年代のなんかオタクとかアイドル産業みたいなの、めちゃくちゃ醜く見えるっていう、こういうリアリスティックに描いて、なんか単純な夢みたいな描いてるのもめちゃくちゃ醜く描いてるなっていうので、ちょっとなんか、 その距離が置きまくったスタンスでちょっと引いてった記憶があります、当時。うん、なるほど。うん、そう。あんまりよ,、はい、よくなかったですね。そうですね、そのまあ。 こうと撮り方というか映像の作り方って話がさっき出ましたけれども、まあ、なおかつそ「そのアキラとか「降格機動隊」とかっていうのでいうと SF 的なこうものに対してこうリアリティを出すためにっていう作り方だったと思うんですけど、まあ、今回そのこうリアリティのある実写的な作り方をしつつそれがアニメでサイコーラーで描かれるっていうところが私はこの作品すごく得意なところだなと思っていてしかもこうアニメなのでシンカットがなんか突然こう背景が変わってもこう。 キャラクターに焦点が合ってる限りは、それほど違和感なく、こうなんというか、現実と虚構が曖昧になるっていう演出がひ、非常に綺麗に成立してるっていうのがすごいところだなと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしたか、谷口さん、当時見ていて、新規性みたいなところです、ね、いやびっくりした、まあ、カットのつなぎがうまいというか、うん、あの一つの場面がふっとむくと、別の場面に映ってたりして、そういった流れにすることによって、間、中間をこう省略して、 でカットカットでつないであの、非常にショートな、短くコンパクトなあの映画にまとまったなという気はしますね、うん、無駄がないっていうか、今 <laughs> があの何度も目覚めるシーンって、<laughs> <く>繰り返し繰り返しやってるけれども、その過程、いわゆる家に帰って寝るとか、そういうとこ全部省略できますよね。で、都合見てみたら80分ぐらいしかないんだけれども、うんうん、なんかむちゃくちゃ見たような気が、2>, うん、うう2時間か、それぐらいの映画を見たような感じにさせられるんですよ。 それほど情報の取捨選択が非常にうまい映画だなというふうに、今回あの、改めて見ていと思ったんですけども、当時はもう本当、なんかジェットコースターに似てるような感じで、えこの人が犯人、いや、えこの地と違うの、一体何が起こってるの、え最後は、えこの人が犯人だったのみたいな、<laughs> そういうこと驚きの連続で <laughs>、うんあの、ストーリー自体にこう引っ張られましたよね。 ううままいいなな思いましたるほどそうですね牽引力みたいなのすごいですよね目が離せないというか夢のようなその編集みたいなところで言うと、まあ、私は結構その先ほど葛西さんがおっしゃったこの景色美しく思って。 なないいだだろうううってののは、まあ、その通りだなと思うんですよね結構雑多なところだったりして、まあ、当時の,あの秋葉原の感じとかも、まああなるほどみたいな感じがするんですけれども、うん、<laughs> まあでもそこの編集のすごい綺麗さみたいなところで結構その光景にいってるなっていうのは個人的には思ったんですけれども加西さん的には,その、まあ、これはこの演出賞ってカットカットのえと要所も含めてその後年のクリエイター、まあ、特に。 ダレン・アロノフスキーなんかは非常に影響を受けたりしてたんですけれども映像としてのこのつながりみたいな部分いかがでしたかさんは今回改めて再建し直してて、うん、その映像表現でやっぱりああすごい巧みにやってるなっていうもう谷口さんも既におっしゃられたようにやっぱりあのミマがこうアイドルをやめてからドラマに出るじゃないですかはいでそのいつの間にかあのドラマなのかなんか現実の状態なのかみたいな、うん ことがわかんなくなくっててなんかミマの心理状態に合わせてドラマも進行してるっていうつなぎ方に加えてあと映像表現ですごいいいなと思ってたのがあやっぱ匠だなと思ったのは何か結構ライトとか光を見たりするシーンが結構あるじゃないですか、はい、ミマがね <laughs>、まあ。トラックの光であったりとか、はい、スタジオのライトの光とかそれを見る瞬間だけもしかしたら自分はこうだったのかもしれないんじゃないか、うん、なんかこの戦闘が間違いだったんじゃないかなって思うかのように アイドル時代の自分の幻影が出てくるとかいうなんかこのモチーフと表現の心理的なもののつなげ方あたりとかああこれはやっぱコンさんは勉強すごいしてる人なんだなとか思って、うん、結構この辺の使い方は効果を持ちましたね、はい、結構白く画面がいってるのってあの o n さんのウェブサイトで。 結構あの制作費用みたいなのがあるんですけど、結構予算感みたいなものもあって、広い,い場面でつなげるみたいなのはあったと思うんですけども、も、えー、明らかにそれが演出として構想してるんですよね、この作品。そうですね、予算9000万ってちょっともうハバばってなっちゃいますけどね、今の映画作り、どんどんね高騰、はい、してる中で作れるんだみたいなところもあって。い <laughs> これ、あの、昔のこれ、多分修正、レイアウトの修正だと思うんですけど、お<ー>まあ、これはちょっと大きいんですけど、まあ、実際こんな感じでやられてますから、はいこれ、これ、これはちょっと大きいんですけども、まあ、それ、らだとそんなに大きくない絵に描いてあったんですけど、例えば、こういうのとかでもどんどん出てくるんですけども、はい、こういうふうに非常にこう、ラフな感じで、これ多分修正なのかな、なんなのかな。 あるるんですけどどもねなるほどだから決してあの緻密にあの仕上げてった作品ではなくて、うん、そもそもあのビデオ向けにこれぐらいの解像度でいいだろうみたいな感じで作ってたところがあった作品ですから当然その街並みいわゆるその背景描写にしても例えばあれ杉並か阿佐ヶ谷かあの辺りですよねそれほど緻密に書いてあるわけじゃなくて、うん、あのなんとなくそれっぽい風に書いてあるこれが例えば あの秋田だったら、甲殻機動隊だったら、もう、あのー、西,森あの西森さんかな、草森さんかな、草森修一さんとか、そういったす、あ、ご、のー、腕の原画マンが、背景の人たちが出てきて、どこまでもどこまでも緻密に書いてたと思うんですよ。でも、うん、あのこれはの予算の関係で、例えば背景自体をこの外国に出さなきゃいけないとか、あるいはその国内でもそれほどお金をかけられないとか、でピンポイントで書けるところに書けたいっていうふうに。 やってどうにかこうにか、あのー、仕上げた作品ですから、これが例えば、あのー、ミマの部屋の、あのー、背景ですで背景美術です。すごいな。これぐらい谷口さんのコレクションがすごい。いですえ、これは実際撮影に使われたってことですかもちろんですあのー、これ、あの、バーチャルミームが初めて現れて、ベッドの上で、あのー、ミマに話しかけて、そのままこう、後に去って窓に、あの窓、う窓枠の方に、あの、下がってるシーンの背景なんですけども、 これで見るとそんなに書き込んである、まあ、そうですよね、はい、えー。きちっと書き込んであるくらいで、<ー>ただこれをまあ、撮影、実際撮影して、そこからあの、フォトショップか何かである程度加工することによって、なんとなく雰囲気を出しているところがあるんです。<ー> ででもそうですねまあ今のこうアニメの評価ってやっぱりどのくらいディテールがあるかみたいなところって一つのこう基準になるかと思うんですけれどもまあ本来的には今回「ああパーフェクトブルー」は「サイコホラー」っていうところも含めて主観で見る世界がいかに変容していくかっていうテーマを考えると自分たちの見てる世界ってそんなにこう詳細じゃないなっていうところをかなりこのなんというかラフな背景美術だったりとかあとは人物の作画だったりとかがすごく機能してるんですよね。 いやもうドラマ自体で見せてくれますし、あとキャラクターの動き自体であのなんとなくそう見せてくれますから、うん、あまり背景気にならないっていったところがあるかもしれないですね。とい、うん、みんなが例えばあのテレビ局内をこう非常に走ってるシーンとか、ものすごくあのしっかり作画されてるじゃないですか、ぱた、うん、ンと倒れてまた駆け出すとか、はいはい、ああいったところの力の入れ具合っていうのは、本当にすごいなと思います。すね、あそこ誰がやったのかは知らないけれどもまんまあの本田 たしさんですよね、あはい、あのジブリで有名になった、師匠と呼ばれる本田さんであるとか、あとさっきあの、コン酢と読んでたら松原英信さん、まあ、桜大さんのキャラクターデザインやった人ですとか、うん、そういったとてつもない人たちがガシガシと参加してきて、ゲシゲシと書いてたところも若干あって、その動きとか、あるいは顔のアップであるとか、決めるところは決めてくる、だからそういうところを見ていると、は大丈夫だなと思うんですよね、ところどころ抜けててもいいなと。 そういう意味では、そういうところが欲しかったと思うんですけども、実は我が家にはこうやった原画の格闘袋が、パーフェクトブルーの4セットくらいあるどういうふうにってるんですかこれ、2009年か8年に、コンさんがデビューから何年か経ったということで、新宿画の新宿眼科画のというところで個展を開いたんですよ。その時に あのー、いろんなものを展示すると同時に、ショップで5000円以上買った人は、そこにあの転がっている箱の中からカット袋ック、ね、持って,ってっていいよみたいな感じで、5000円買うごとに、あ俺まだこれ買ってないからっていって、ほの、あのー、DVD を買ったり、<laughs> ブルーレイを買ったりして、1個1個4つ集めたのかな、それがこれです。で、そこで行くと、コンスさんが受付に立ってるんです。<laughs> また来たのかみたいな顔でね。 じーっと見てるわけです。に,にやにやしながら見てるわけです。うん、だから、これね、嫌いっていうよりも、なんとなくその照れというか、倒壊というか、んあというか、はい、そういったようなところがあって、なんとなくそれがあの<ー>言葉というか書き文字、いわゆるウェブの日記になると、ああいった、あのー、口調になってしまうんじゃないのかなという気はします。うん、それだけを読むと、<laughs> ええ、なんかオタクを小バカにしてるとか、アイドル活動に何とか非常に引いてるとか。 そういうようなところが見えちゃうんだけれども、うん、まあ、至ってこう、真剣に作品に取り組んで、アイドルというのを、今の、その時点の時代のアイドルというのを、どう表現したらいいのか、うん、まあ、つ、このアイドル自体が冬の時代に陥ってきて、で、なんとなく、テレビにも出なくなった、どこで見てるのあっ、後楽園の入ったステージであるとか、それから、チャ a が二人になった時のデパートの屋上であるとか、うんね、そういった若干腕振れ,れたところで、少数のファンに対して、なんとなく、あの、 名目を保っている時代というのをこう、発射した、まあ、だからあれ、でもコンサんのといっでも、時代、時代そのものがアイドルに対した言い方をしていたんじゃないのというふうな表れだと、僕は思ってます。元から元も、もとがすごくア,ニアイドルってなんかすごく広まってますけど、90年代って、すっごくなんかもう下火だったんですよ、ね、今では考えづらいですけども。んなんか、まあ、アイドルが一般名詞になってるっていう時代ではないですよね、うん、おそらく今と考えると全然違いますよね。 そうそうなんか80年代ぐらいからやってるけど、うん、なんか本当はめっちゃ下火の時代のアイドルっていうのって、90年代想像しづらいんですけど、なんかみんな、なんかアーティストを名乗るみたいな時代あったんですよね、女性の音楽をやってボーカリストになりたいみたいな方向だと、安室奈美恵さんとかがすごい一番有名だったりするっていう時代で。安室さん、スーパーモンキーズで出てきた時も、まあ、本人が若かったから。 ななんとくアイドル的な人気があったけれども、でも実際やってることは歌とダンスは、あのうん、ライジングプロダクション仕込みのバリバリで、で、後ろがだから分裂してマックスになっていったんですけども、うんえー、そういう意味でいくと、だからアイドルというよりもダンスユニットという感じでしたね。うん、ボーカリストダンスユニット、で、それがあの例えばスピードの方につながっていくと。うん、スピードターも非常に若かったんですけど、うん、でも歌と踊りだけは完璧みたいな。 そういったとか非常にめっちゃアイドルっぽかったりするんだけどやっぱり当時は全然そういう見方じゃなくてやっぱアーティストとかってイメージだったんですけど多分山田さん世代近いからそういうイメ印象だったっていうの分かると思うんですけど、うん、どうでしたかねそうですねまあ J−POP がものすごい引くほど売れてた時代っていうのは一番大きいかなと思っていてなおかつカラオケで歌える歌っていうことでやっぱりそのアイドル文化、まあ、この「パーフェクトブルーにおいてはそのアイドルファンは男性ばっかりっていうところのこう層を見て。 映し出し出てるわけけですけど明らかにその女性があ一緒にそのこの歌歌いたいなと思って歌ってっていうところでその、まあ、自分が参加できるファンになれるっていうところの時代の変換点はあったので、まあ、80年代以来のアイドルっていうものをひが どのような扱いされてたかっていうと、まあ、パーフェクトブルーで見られてるような形に見えるんだろうなっていうのは、すごく説得力ありますよね。だから、俺が90年代、小学生だったんだけど、アイドルって全然視野に入ってないとか、イメージなかったですもん、やっぱり。うん、なんだろうな、小室さんとかがめっちゃ出てたりしてて、なんかみんなアーティストですとかいう感じの人たちがいてて、なんか j p o p が j p o p で本格化しててみたいな感じでね。だから この今、パーフェクトブルー見ると、うわー、大変だな、ね、アイドル、あの時代って思ってて、<laughs> この映画ってアイドル映画っていう風に見られてるけど、やっぱりちょっと、もっと詳しく言うと、アイドルをやめて次の段階行く映画なんですよね。うんうん、ああ、その、笠井さんがおっしゃるように、ミマが抜けた後のチャムも、明らかにその j p o p に移行しようとしてる感じがしていて。 違うだからもう小室さんとか、うん、あの当時の安室奈美恵さんみたいな楽音楽性に変わってるんですよ。うん、なんかそのチャムのう。だってだチャルの楽曲に関してはだからあのこれもコンツと読んでたらあんまりだから売れてないアイドルで歌ってるような歌を、うん、あの書いてくださいねと作曲家にお願いしてるからまあ、ああいったあの 恋がドキドキなおかつそこにこうまあネタバレトークなんで話しますけどル,ルミはそこにちょっとこ,うこだわりたかったというか、まあ、時代に取り残されたようなキャラクターにも見えるっていうのは、うん、今見るとちょっと新鮮ですよねその、うん、80年代のアイドルにちょっとこう執着しているというか。 葛西、まあ、さんが言うように、なおかつそのルミのこうルックだったりとか、まあ、あとはそのストーカーをやってるアイドルのルックだったりとかを見ると、まあ、ちょっとギガ化されすぎているなというのは個人的にも感じるところではありますよね。うんうん、でもただ、そうね、90年ぐらい、93年ぐらいまで森高千里さんってあんな感じじゃなかったですかそうですよね。あれがアイドルなんですよ。<laughs> でアイドルの、ね、究極として森高千里があ,のー、あたりで大活躍した。<laughs> うん 雑誌というのを、だから90年代の後半というのは、みんな背負っててで、そういったアイドルになりたい、でもなる場所がない人たちが、じゃあ、本当にどうしようかって迷ってた時代、その中で例えば、これをみんな知らない人がいるから、水野葵さんという方がいてで、この人は自分はアイドルになるという形で、いわゆるアイドル的な衣装を着て、アイドル的な髪型をして、アイドル的な、例えばデパートの屋上であるとか、ああいったイベントであるとか、そういうところで歌い、踊ることをなりわいにしてた。 方が多分いるんですよねまあ、今でいくとそのアイドル自体のメタ化的なところがあって、逆にそういうところから売れる要素があるんだけども、当時はだからアイドル的な残り輪をどこまで自分で引っ張れるかという、ある程度真剣だったし、見る側というともそういったあの時代を思い出して真剣に見ようというところで、そういった内々のコミュニティのという中で、 でアイドルというのは最後の残り火を盛り上がってた時代があったんですよね。なるほどただ、それ自体はあの、モーニング娘。が出てきて、97年にあの、いわゆるその、や朝苑ですかね。ああ、ありましたね。プロジェクトとして出てきて、それでアイドルというのを入って、プロジェクトとして盛り上げていくぞという動きが出てきて、で、テレビ局、メディアが一体化したアイドルというのをこう売り出すっていう時代が2000年代。あ<ー>まあ、ラブマシンが1999年ですか。 あの時代から、ね、だから逆に産業的なものにアイドルがなっていった。で、前あの前じゃない80年代的な例えば松田聖子であるとか、あるいは中森明菜であるとか、まああの、個人の才能とアイドル的な人気を融合させたキャラクターというのは地下アイドルの方にどんどん流れていって、そのファンとのコミュニティを大切にしていったという、その二分化が、なんかあの、パーフェクトブルーの後起きた気がします。そこで、今というのはどっちにも行かず、女優の方に行っちゃったっていうのが。 まあ、ある意味ではうまいかなってきます。ますね。うん、そういう人たちも多分当時結構いたのかな。なるほど。ね。まあそうですね。はい。はい。原作の、あの。これって、原作小説で竹内由一さんがそ。書かれた。はい、パーフェクトブルー完全変態っていうのがあるんですけど、もともと竹内由一さん自身がすごくアイドルの批評やったりとか。うん、今でもですけれども。 強く追だから、研究とかやってますから、まあ、アイドルが分、うん、あのテレビドラマに出て、あの大活躍してた、堀ちえみさんのしわです物語とか、ああいった系の、だからアイドルというのが、まあ、非常にこうスポット、アイドル自体の活動に注目されてた、時代にアイドルってなんだろうと考えてた人じゃないかなという気がしますなんか、今でこそすごい早いけども、当時は結構サブカル批評の中で、結構先進的な人だったのかなっていう印象もあるし、うんうんね なんかもう竹内さん自身が結構書いてることで、なんだろうね、アイドルとファンの関係を考えると、なんかアイドルとストーキングの関係にみたいな、すごいえげつない話にどんどんなっていくみたいなことをちょっとなんか書、うん、いたりてしてて、結構原作の方ではあのー、パーフェクトブルーは、あのー、美、ま、誠、あのストーカーと思われる相手に、なんか執着されるわけですけども、うんうん、なんか、うんうん、おお,おす、すごいです。<laughs> すごい。さんね、こ,れはこういう本が当時出たのがあって。はい <laughs>、うん。これにあの、武内さんと、コンさんと、脚本の無題さんの絢談とかも載ってますけど。探すと何万円とかするんで、頑張って探して、<laughs> 買ってください。ありがちょっとなんか、ね、<laughs> 僕はちょっとチェックした4万とか超えてたりするなるほど、じゃあ、犯人側と、まあ、今作では犯人として描かれるような、ちょっとこう、あのそちら側の視点の方に、もちょっと重点が置かれてたんですね、原作は。 なんかそこをちょっと僕は読んでなくてわかんないけど、谷口さんに伺いたいなあ、うんあまり読んだ、だから当時読んだ記憶もあるんだけども、中身自体は覚えてないけど、どっちかというとストーカーの方がメインだったと聞きます。当時も話題、流行語みたいな感じになってました、ね。最高ホラーってそうじゃないですか。危険な常時とかがあって、ああいっただからあの作家にストーキングするとか、いろんな人にストーキングするとか、執着するとか、そういったあの 人たちを取り上げたサイコホーラーを、例えばアイドルに向けたものではないかなと。だから、この、まうん、アニメ自体もだから、その残しは残ってますよね。一人、あの、うん、犯人、犯人めいたものの執着ぶりみたいな感じで。うん、はい。そう,そうそうそう。でも、まあ、ちょっと、うん、その犯人めいた、なんか、警備員みたいな、あの、 兄ちゃんみたいなのはどういう人間なのかっていうのはあんま分かんないまま、映画は終わっちゃうんですけど、うん、原作でもうちょい抱え書いてあったの、ここはちょっと気になってるところなんですけどね。そうそう原作と同じキャラクター配置なのかっていうも、実はよく <laughs> 覚えてなくてだいぶ変えられてるっていうのは、まあ、なんとなく分かる。じゃ最初からあの全部変えますって言って、<laughs> OK もらって、<laughs> うん、で、村井貞之さんを連れてきて。 あ本来はだから、信本恵子さんに書いて欲しかったってい,あいやー、それも、ちょっとね、見てみたかったなぁと思いつつ、うん、まあ、<や>相当、疲れてましたからね、当さんの友達だからって、まあ <laughs>、はい、今頼んだ,だけど、ちょっと大忙しいということで、はいうん、ただ、村井さんも当時からいろんな、あの、ものを書いてましたし、僕の知ってるのは、エコエコこわ座敷のテレビ版、あの、佐伯恵子さんの主演したテレビドラマ版に結構書いたりして、<ー>非常にこのものすごい、うん、あの、 脚も書いてたたりしたのでまあサイコホラーとかそういったミステリーとかそういうのは得意な方だなという気がしました。うん、なるほど、うん、サイコホラーの文脈でだからストーカーというのをある程度出さなきゃいけない出しててきたのがもともとの原作だとしたらそこであのもうちょっとそれをひねってまあそれだとあまりにもインスタンになるインスタンな話し,しかならないじゃないですか今自体がなんとかなって、ね、まあ撃退してもそうですし、うん、そこだからひねってじゃあ アイドルってなんだろうっていうことをあの、ルミちゃんの方に固くして、それで旧アイドル的な情念の塊と、うん、それからアイドルというのもある程度限界を感じた新しい自分を探したいという、今の最後、対決にして、うん、そこから先、一つ消化した形で、ラストシーンへとつなげうまくつなげていったなという気はしますよね。あのラストシーンがだからハッピーエンドなのか、それとも実はもっと含みがあるものなのか、想像の余地はたくさんありますけれどもまあでも。 あそこで一つ終わってよかったかなと思います。うん、そうですね。うん、バシッと終わったのか。かうん、はい、なんか今の主,主観になんか結構原作から変わったのかなって思ったりしますし。まあ、ラストシーンとかも、なんかまだ幻覚が続いてるのかわかんねえなみたいに、今見ると見えたりしてて、そこは面白いと思います。いや,いや、しかもその、あの、最後のね、こう追っかけるますシーンみたいなのもあるんですけれども、ちょっとこう、妖精のような、うん、あの。<laughs> なんか幻想のミマが追っかけてるみたいなのは、本当にハクビだなと思っていて、えー、この映画の。そうです、ね、あの、動きのが、ふわふわっとしてるのがいいですよね。いや、本当に。えー、そうですね。多分ね、とか普通のでまだまだある、すごい,、はい。お、すごいベッドの上であの、最初に出てきたミマが、ベッドの上で、バック、ふっとふわっと飛んでいくシーンですけど、うん、こうやってだから、こんな感じで、あのふわっと直立、足をまっすぐにしたまま。 全然きれいですね、色もまだ。うん、セルガって結構劣化が早いと聞くんですけれども。すごい。あははと笑って。でもすごい。こういっただからの動きの特徴を、うん、例えばそのアイドル、まあ、のバーチャルミマに持たせて、うまく処理し、まあ、これはだから現実のものではないんだという非現実化をそこで表現しつつ、リアルなミマはリアルなミマで。 なんかビクビクしたり、おどおどしたりするという、だから違いを設けてやったところがうまいなと思いましたはいなるほどね。そうですねまあ、当時、いろいろこう流行ってましたけど、多分うパーフェクトブルーにしかない味っていうのは、やっぱりアニメーションだからこそ達成できたっていうのは、本当に感じますよね。うんうん、この先ほど言ってない あの実写、なんで実写でやらないのって、いや、実写でできるんだろう,、うん、うおそらく本当にあのドラマから現実に行くあのシーンも、白い明かりでつなげるシーンも、おそらく実写やったら、かなり難しい黒沢清さんとかに話してきたら、なんだろうなと、うん、まあ今のだから CG とか VFX があ,のあんだけ発達してきたらできないこともないかなという気がしますけども。うん そうですね「レクエム・フォードリーム」とか「ブラックス・ワン」とかでやってますけど、えー、やっぱりその印象的なシーンでこう引用してるのって、えー、その電車で自分が映るシーンだったりとか、うん、お風呂場で落ち込むシーンだったりとか、うん、やっぱりそのショットショットだったの,、えー、あの引用だったりするのかなって思っていて、うん、まあそこは本当に虚、はい、実を入り交じらせるっていう意味での演出は本当に「パーフェクトブルー」 ちょっとととできなないいころかなと思います、ね、黒沢清さんの先ほど笠井さんおっしゃってましたけど。はい、すみません。<laughs> はい、あいえいえ。実写でも黒沢清さんみたいな方にもしかしてお話が偶然の偶然が重ねていくとかだったら結構できたのかなって<ー>なんか僕久しぶりに「パーフェクトブルー」見ながらちょっとだけ思い出したのって黒沢清さんの「キュアなんですよ。全然2つはいっないかもしれないけどはい、はい、結構この2つの両者が共通してるポイントにやっぱりちょっと当時。 流行ったな,んかなんか臨床心理学みたいな視点で登場人物の恐怖を描くっていう、うんうん、ここがちょっと両者共通してるかなと、なんか相手の心理を操作するとか、本人の心理が崩壊していって、それが現実世界に侵食するみたいな、その現実のストレスみたいなものからっていう、だからそういう符号みたいなのも感じて、パーフェクトブルーと後悔年が近いですよね、うん、キュアとかも。うん、そうですね,そうですね なおかつ黒崎さんは、むしろあの現実、あの背景美術とかを現実にありえないような形のこう建物を作ったりとか、こんなところでこんなことしねえよみたいなのにしてみたりとかして、<laughs> してむしろこう現実の方を歪めるような演出が、ちょっとそうですね、すねアニメの方にはに、い、近,近づくというようなことですかね。そうですねあ照明の使い方とかもすごく独特なものがあるし、<laughs> うん、まあ彼にと、き謙するような実写監督に当たったらっていう感じで。 で、アニメにおいてはもしかしたらコンサトシさんじゃない人に当たったらもっとチープの OVA で終わってた可能性あるわけじゃないですかね、これも。まあ、そういうすごいちゃんと才覚ある方に監督権が渡ったっていうことも含めてすごく奇跡的な作品だったんだなと今になって思います。まあ多分ん、空いてたのがコンさんしかいなかったのかなという気がし, <laughs> しますけどね、ね実際の時代。いやいやいやそう作品で そうですよね。ーックスエンターテインメントって知らないですよね、どんな会社がの採求してるか、かあれね、あの親会社、は印刷会社なんですよ、大阪にある。あーー昔、寿製版といって、寿大阪といえば、うん、あのサントリー、だるまについてる寿という字ですけども、もともと佐治さん、リ居さんが立ち上げたサントリーに、もう一人、タ谷さんですかね、鷲、あ、谷、のー、さんという。あの 設作装置機に出てくる名前の人がいて、その人が立ち上げたのがサントリーのラベルを作っている印刷会社。あなるほどで、その印刷会社があの、新しくなんかあのエンターテインメント事業をやりたいということで,で、会社を作ったのがレックスエンターテインメントで、いろんな工業とかやってる中で、ちょっとお金を出して、なんかアニメまで作ってみようかということで、スポンサーとして名を挙げたらしいですと、レックスエンターテインメントのプロデューサーやってたり<ー>石原さんに聞きました。 なるほど。公開した当時。<laughs> 当時、今社にインタビューしなかったんですよ。日本興業新聞ですから、どっちかというとあの産業名、うん、そのお金の面からの取材をすることが多かったので、どういういきさつでこの映画を作ったんですかって聞いたら、そういうふうに聞きまして、でじゃあ、それは作ったらいいけど、もうちょっと売らなきゃいけないぞということで、コミックマーケットに企業ブースを出して、えー、チャムの格好をしたコスプ うまく仕込んで、コストプレイ広場に立たせて、当時はまだ映画自体がなんかよくわからないから、<laughs> あなたたちなんですかみたいな形で、質問されたら答えるみたいなことをやってたそうです。えー、そういったのを徐っとに仕込みつつ、だから98年、3月公開ですから、多分97年、年末のコミケあたりでブースを出して、はい、で当時、CD ドムに例えばあの画像データを入れたりとかして,売ってた、売ってたんですよね。 記憶があすごいな。本さんも時々座ってたって言うんですけどね、うんうん、僕が行った時は合わなかったんですけど。そういう意味では。そういった意味では、だから仕込みはちゃんとやってたとて。<laughs> いや、なんかお金のある時代の宣伝だなと思って、うん、すごいしびしびしちゃいますね。えー、<laughs> いや、あれでも多分なんか結構ギリギリなんだとは思うんですけど、<laughs> 宣伝的にも。<laughs> 面白いなと思うんですけどね。い,うん、いろいろ別のことはだからラジオドラマとかだからなんか頼まれて、うん、で放送してそれをだからダブルバインドってそんなもダブルバインドっていう劇中劇みたいなものがのドラマシリーになって何本か出てるはずです。そういう展開もすごいです、ね。うん。まあ今回ためちょっとダブルバインドのラジオドラマもちょろっとし調べたんですけどこれもまた入り組んだ作り方してるんですよね。うんうん 現実世界であのーうん、ちょっとコーンサトシさんっていう監督がなんか頓挫したものを使ったとかすごい変なアプローチをされてるっていう、うん、ラジオ局のディレクターから預かったものなんですよっていうフェイクドキュメンタリーみたいなアプローチをやってるってことで、うん、これ本当にどこも今でもちょっとなんか購入が難しそうなんだけどちょっとパーフェクトブルーファン的には面白そうなラジオドラマなんですよね。うんうん さすがにその時は手が出なくて買わなかったんですけどね、今、探しときゃよかったかなと。いや、そうですね、ののですね本当に。えー、欲しい時が一番安いんですよね、結局、うん、時間が経てば経つほど高騰していくので。遊んでるというか、はいまあ、現実と非現実というのをこう,うまく融合させたあの雰囲気というのを、うん、作品にももちろん盛り込んでるし、作品を取り巻く周りにもこう持ち込んで、なんとなく遊んでたっていう感じが強いですよね、うん、今の人どな えー、あるいはそういった虚構と現実の入り混じるのが好きだったのかもしれないですねあまあでもの、ね、後々の作品、コンさんの作品見てると、まあえー、まあそうだろうなという感じもしますもんね、それこそ千年女優だったりとか、パ、えー、プリカだったりとか、えー、いかにしてこう融合させるかみたいなところにアニメーションが続く。つ ぎ込ままれてる感じもしますからなんとそういう意味では、まあ、そういうふうに勝手にコンさんが変えたという可能性もなきにしまわらずですけれども<ー>今日また現実出てね。<laughs> でもまあ今見るとコンサトシさんの漫画作品とかアニメ作品をひっくるめてやっぱ「パーフェクトブルー」ってちょっと代表作なんだけどキャリア全体を考えるとちょっと異質な感じはするんですよね。それ<ー>はやっぱり90年代のなんか文化周りとか背景周りの時代性とかも絡んでたりとか するとは思何かそこはなんかちょっとい、うん、時代的なものもある異質さがある作品だと思います。うん、異質というのはその作り方の部分とかテーマとかいろいろあると思うんですけれども。その現実をある程度なんか舞台にした作り方とかですかね現実文化というかまあ東京ゴッドファーザーズとかあるわけなんですけどももちろんなんかうんなんかちょっと。 もうちょい、これ、コンさんのなんか制作秘話を見てると、アイドル文化とかはもともとそんな興味ないみたいなのがちょっと伺えるわけじゃないですか。うんうん、ちょっと自分の興味の範疇外みたいなモチーフだからこそ、なんかいい感じで距離をとって、ある時代背景みたいなのが、なんかちょっと、なんか切り取って描かれてる感じもするんですよね。のまあ、例えば、今の部屋の描き方だって、鈴木光一さんっていう。 まあ現代美術関連とかのやってたり調べたりとかまあ写真とか撮ってる方でまああの東京スタイルズっていう当時のおしゃれでも何でもない一般人の東京の部屋を撮ったみたいな写真集を。 リファレンスしてミマの部屋を作ってみましただからなんかミマの部屋ってなんかそんなおしゃれな感じとかオーナーらしいとかいうイメージとかちょっとかけ離れてる感じでできてていいんですよ、うん、いやおしゃじゃないし今かこういうで何もない感じででもめちゃくちゃリアルだなと思うんですよね私はなんかはそのついあのアイドルに多分おそらく夢を見ているような作家さんが作ったら、うん、まあこんな可愛いぬいぐるみがあってみたいな多分ハート型のクッション三個ぐらいなんですね可愛さで、はいなすごいこれは なんかこう熱いなと思うんですけれどもまあなおかつ何ていうか私今回見直してみてちょっと感心したというかびっくりしたのが本当なんか現代的テーマの方がむしろ今の方が読み取れるかなと思っていて今はすごくそのあの本不本意な仕事を受けるわけですよねそれこそヌード写真集だったりとか何ていうか。 性被害を受けるようなシーンだったりとかって、で、あの、今になって、その女優さんとかが、あ、本当はやりたくなかったけど、その現場で仕方なくやっていたみたいな話を今するんですよね。その女優さんとして、これは通過儀礼だからとか、女優にとして一皮向けるために、これは必要な仕事なんだよみたいな形でややら、あの、やっていたけど、ちょっと本当嫌だったみたいなところを見ると、本当になんかこのミマという一人の女性が、その受ける。 であろうこの当たり前とされていたものに対してどう反応するかみたいなものがすごく描かれていてもちろん結末を見るとそこ自体にも本当にフォーカスは当たってないのでとても興味があったっていう感じでは見れないんですけどもなんかすごく刺さる部分だったんですよね、うん、今回私が見直してみて、うんうん、ああそうですね先ほど言ったけどそういう表現の仕方が許されていたというところ逆に驚きかもしれないですね、うん、それは,イはそうう o v a だからじゃないですかやっぱりそういうこがやらされて でもあああの、頑張っていくことで認められるんだということ、まあ逆にそれを批判的に表現するとしても、実際取り上げてるところがある。うん、それ自体をそもそもあの、例えば出版社あたりがスポンサーになってたら嫌がっただろうなっていう気はするんですよ、なるほど逆に。なるほどね、でも、今はそれが OK だし、うん、むしろだから最近見た「さよならエルマントス」というあの映画があって、これはあのちょっとあの落ちぶれたあの。はいはい チアリーダーたちが、あのー、バスへのどさ回りをしている映画なんですけども、出演している人たちがみんなミスマガジンというか、講談社系バリバリのアイドル<い>予,備予備生というか、アイドル候補生みたいな人たちなんですよね。そういう人たちをこう<い>主演にしながら、アイドルが落ちぶれて、どさ回りしながら、じゃあ次何やろうか、家業を継ごうかあの、東京に出てモデルになろうかみたいなこうぐち,ぐち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 言ってるわけですよね。 それがだから、メタ的な構造だったものが、リアルなものとして、逆に認められている時代が今だとしたら、それをあの25年も前にやっていたてというところが、ある意味で先見性があると思う。まあ、そういうことをまあ書くことっていうのは、じゃあ女性の方にとって、 どうなんだろうここでよく明らかにしてくれましたという喝采なのかでもこういうことを平気であることを見とめてた業界自体がやっぱりカスだよねっていうところなのか <laughs> そこの分かれ目がちょっと気になるですね若い方がでも平気で見てるからいいのかないやかないなだからその当時はおそらくそういったメッセージみたいなものは多分前面には出,出てないしそのアイドル文化が先ほどの部屋の話もそうですけどすごくフラットにこう見ているので、まあ、こういうことが 出来事としててて描かれいいるっていうそれ以上はないかもしれないんですけれども、まあ、あのそのスポンサーがない,ないっていうのも含めてでも本当はこう嫌だよねみたいなところも含めてすごくあのリアルにミマの気持ちとして描かれているっていうところもあって、うんまあ、今見たらあ改めてあそういう時代だったんだよねしかもちょっとこう。 あのちゃんと傷ついていいんだなっていうところも含めて、うん、なんというかメッセージ性が現れるっていう意味では、だから当時はなかったかもしれないけど、今若い人が見て、ああ、本当かわ、みんな大変だよねってこう共感できるっていう作りというか、うん、作りを獲得したっていうことです、25年で。うん、<laughs> なんか最高階の時で、俺がやっぱ、<laughs> はい、ちょっとある意味、パーフェクトブルーが自説にその部分にもあったよかんつって、やっぱジャニーズの問題があるわけじゃないですかあ<ー>でそれでもうこんんだけなんか。 男性アイドルだけも性被害の話がこんだけ出ててで、今もう問題になってるっていう、実説に合わせて結構パーフェクトブルーみたいなのが出てると、な,んかなかなか味わい深いというか、<ー>考えさせられるなって思いますよね。はい、パーフェクトブルーでもそうですし、宣伝、はい、女優もある意味女優っていうのは <laughs> あの、こういうことまでしなきゃいけないぞっていうのをぎちぎち追い詰めながらも、でもやっぱり自分は。 あの自分のやりたいことをやるんだという感じで宇宙に飛んでいく人生の話ですから。というかそ,うそれをやる自分が大好きだっていうあのセリフ自体が好きという人と大嫌いだという人がこう二分されて面白いんですよね。でもおそらくだからそのこんなに大変な目にあっててひどいよねっていうよりもおそらくコンさんのこうテーマ的にはそれでもやりたいことを貫くっていうところに価値を置いてるっていうのも千、うん、年女優から見ると分かりますよね。 なるほどな。先生、はい、はかなりそういう方なんですかね。なんか芸能でなんかそういう普通になんか上の人間のなんかセックスみたいな受け入れろ的なやつっていうのってなんだろうね。なんか結構なんとなくあんまり芸能界知らない人の妄想みたいな部分は多分にあるかもしんねえなっていう現実に存在してるのは確かなんだけどっていう。 なんか難しいよねなんかこの辺の描き方っていうと距離がない人間にとってのね、うん、っていうのはあるから青年女優になるとちょっとあいいとこときついとこがもっと分かれる印象ありましたね <laughs> パーフェクトブルー以上に。<laughs> あなるほど。<laughs> そう。ほか2つは結構好きなんですけどパプリカと東京ゴートファーザーは。ちょっとそう考えると<で>そのパーフェクトブルーはそのフェミニズム的にっていう。 ふうに語りきれないっていうのは、まあ、そういうのの次回作とかのつながりも含めてちょっとなかなか議論はあるとは思うんですけれども、うん、私はあのアラモフスキーは宣伝女優でレスをとレスラーを重ねていたのではないかと勝手に思っているのでレスすなんかその自分のしたいこと自分のありたいようにしかなれないっていうテーマってすごく重なるんですよね、うん、あの2作品ってなるほどはい 方も含めて何か一つの一貫性ある物語見えるからそこは納得なんですよ、レスラーはすごく好きですね、うんまあ、だから、その、ね、なんていうんですかねこう同じ、同じ人の人生なんだけれども、全く別々のシーンだったり、設定だったり、背景美術だったりをもうどんどん重ねていくって意味では、うん、結構そういう意味ではお話ししてて、<ー>連続性は今感じましたね、パーフェクトブルーと。うんまあ 気になるんだな、きっと、なるほどね、このセルガとかアドノフスギーがインタビューしてくれたら、あげちゃうよと思うんだけど、そういうあげない絶対あげない、ちょっと時間探ししたいですね、あ、はい、げるなら。いやいや なんかよくでもコンサート師さんのテーマで「現実と虚構ってあるけど本当かなみたいな部分はちょっとあるんですけどね「なんかパーフェクトブルー」って別に現実も虚構もなくて単に現実世界でもう自分の不本意な状況に陥った時の精神状態のなんか乖離状況になるっていう心理的な崩壊の方がメインな感じがしてて、うん。うん 現実虚構っていうのもなんかピンから霧まで存在しててなんか単純に現実と別の幻想世界がありますよみたいな話じゃなくてなんかもうちょい多層的なものだとは思うんですけどねなんかコンサートさんの場合ってちょっと漫画作品とかの過去作とか結構他の作品とか見てるとなんか割となんか 漫画とか映画監督ですとか、あのー、もしくは今回はアイドルかなとか女優とか作り手側じゃないですか、ある種フィクションの。うんうん、フィクションの作り手側が作り手側にやってるうちに、なんかその辺の現実とフィクションが分かんなくなっちゃうよっていう話だから、割ととんちレベルなイメージが僕の中どうしても残ってて、うん、ちょっとコンサートん,さんボロクソな曲語ってるのは、まあ本当にそういうとこなんですけども、アロフスキーの、あ、 あれダーレン・アーロフスキーだっけちょっとごめんなさい。ちょっと言い方忘れちゃった。うん、ちっダーレン・アロノフスキーです。ダーレン・アーダーレン・アロフスキーです。ごめんなさいちょっと格闘家と名前の似てるやつがいて、すみません。まあそれはともかくとして、<laughs> まあそれもやっぱブラックスワンであるとか、<laughs> あのレスラーであるとか、うん、演者ですよね。いわゆるフィクションの。うん、あるフィクションの演者が受けるストレスっていう部分が、部分とその演者が持つ精神の崩壊みたいなものになんか 共感があっったのかなっていう気はしますね、うん、パーフェクトブルーが、なんかアーロフスキーが好きなの、現実と虚構がっていうんじゃなくて、演者が、とか作り手自身が受けるある種のストレスとか、<ー>もう世間の評価とかね、うん、次、いいパフォーマンスしなきゃとかね、そういうストレスにおける精神状態っていうのを、なんか、鮮烈な形で可視化したものがあんまりなかったのかな、うん、なんかそこは分かんないところですね。うん まあそれは多分監督と俳優の関係が実写映画の場合は、うっと出てきますから、監督の思いをキャラクター、例えばあのレスラーだったらミッキー・ロークであり、ブラックス・ワンであったらナタ・リポートマンでありに固くして語れるけれども、アニメーションの作家の場合は、監督の場合は、別にそのキャラクターに何かを乗せて語りたいというよも、絵で何かを見せたいというようなところがある程度意識としてあるとしたら、それをパーフェクト・ルの中で、 あの、いでこ構造にした絵として見せ、あるいは、あの、千年女優だったら、時代を超えて、どんどんとつながっていくシーンとして見せて、うんうん、ああ、すごいね、すごいことやってるね、うん、というふうにみんな、驚かしたかったってところも若干あるのかもしれない。だけど、そこに、なんか、ミマで,、ね、であるの心理状態であるとか、あるいは、あの、千年女優の、あの、人の主人公のその心理状態であるとか、みたいなところまで、踏み込んで描こうとしたのかどうかっていうのは、ちょっと、 微妙かもしれないですねそう今の話を伺っているとそう,そうなんかちょと思いました、ね、でも絵としては確かにすごいですから、うん、どこまで行ってもつな<ー>がり続きでかつ偏見自体に変わっていくというアサイさんのはいおっしゃったことでも確かになと思うのはあのこのパーフェクトブルースは確かに現実極王って私も何度も言いましたけど確かに現実しか描いてないんですよねそのミマの、うん ストーリーリととしてて考えるとで曲を見てるをのはあくまでそのミマに対して虚構を見ている人たちなんですよね。そのルミちゃんだったりとかファンだったりとか本当にあの現場で勝手なことを言って「うん、もうダメだろちゃむわ」みたいな感じで言ってる人たちが結構滑車されてるっていうのはすごく重要なことかなと思っていてでその虚構を押し付けられたミマがどのようにしてそ例えば今あなたはその。 なんんですか望んで裸になってますよみたいな話だったりとかそういうのでこうどん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 追い詰められていった人がその見,見る景色みたいなものをアニメーションに表現してるっていう意味では確かにそこにそのレクエム・ホードリームだったりブラックスマンだったりみたいなのが見出すっていうのは本当になんかそういう意味でも今のアイドル文化につながっていくとか現代においてその若い人が見に来るっていうところは非常になんか説得力がありますよね。 ねまあ、推しの子みたいなのがしか子とかあ。なるほどなるほど。えー、個人的になんか結構アイドル本人のなんか心理的な負担がそのままマジで芸能になってるみたいなことで、うん、なんか20年後で俺なんか確か「欅坂46」ってあったじゃないですか平手友莉奈さんとか「サイレントマジョリティ」とかで有名な、うん、あれ結構見てて本当になんかあそこの中心メンバーと平手友莉奈さんとかがもう本当に。 すごいストレスのままやってるっていうことがそのまま芸能にやってるっていうのを見せてると表裏とかも含めてねだから結構そういうのをすごい先行して見せてたとも言えんのかなパーフェクトブルーっていう気はしますね<や>なんかそう考えると推しの子を25年前にやってたってことですよね、うん、<laughs> いいのかそれで <laughs> すごすぎるでも私がんかそう今思いましたうん あの人たちが見てもなんかもう漫画とかいろんな芸能にアイドルっていうのがもう差し挟まれるから見に行きやすいっていうのはそれはあるんだろうなっていうのはちょっとありますねすごくいやでもねもうアイドルも人間なのでっていうのもこれあのこの映画で改めてね,ねみ見せられるので本当にあの推,し推しってねすごくいいことだってなってるじゃないですか推しがいるから人生が明るくなるみたいな<ー>えでもそうは言ってもうん、うん 押される方は大変よっていうのが、結構、うん、この映画って、こう、まざまざと出ているのがまたすごいですよね。結構、そうそう。あとは、僕はもっとパーフェクトブルー。今やるんだったら、もう一個追加したいの。アイドルも人間なんだけど、オタクも人間なのでね。みたいな。こと,と言いたいですね。ちょっと、やっぱ、単純化さしすぎかなっていう気がするかな。やっぱり、ちょっと、オーディエンスとか、ストーカーのファン人数側が。 やっっぱりちょっと分かんないのでどういう人物かとかどういう経緯とかね <laughs> なんか犯人側が狂うっていうのももっとなんか突っ込んでいくとやっぱりちょっと近年のいろんな事件とかを見ていくとなんかあるじゃないですかもう令和以降の事件とかでやっぱちょっと追い詰められてんなんか社会が切り捨てられかねないような人たちの強行みたいな部分とかが今回カ「パーフェクトブルー」が今リメイクされるたらもうそのあの警備員とかの人生はもうちょい 考えるべきなんじゃなないかみ、はい、なるほどそうですね<う>時代が変わってまあ経済状況とかも変わってる中でねその日本のまあバックステッバックボーンみたいなものも語られ直されるでしょうしね、うん、まああともちろん,、うん、な,んかなんだかんだパーフェクトブルーはすごくいいところがあるけどなんか 白い視野でいろんな人間が存在していることが完全に想像しきれた映画とはあんま思えてないっていうところは俺の中にはあってやっぱりミマはいいけどミマ以外が結構雑っていうかこの映画結構ズバズバもういらんもんはき切りまくってますからね、うん、エンディングもまあすごい、うん、すごいんですよねこれ力技で私は私だよみたいな感じで言うんですけど落ちたように見せてるけど,なけどなあでもなんかいろいろな 困るなみたいなところも含めてそのフィルムの力で結構納得させられてる部分も結構あるので。結構そこはあるけどねっていうそこはちょっと、うん、なんだろうと初めて見た時からの不満でもあるし、うん、まあ再見してやっぱちょっとああすごいいいとこだなっていうのもなんか気づけ直したんでそこは良かったんですけどっていうところもあるんですけどね。年前から抱えてるような 問題もその上に行くと、なりすましの問題っていうのも多分、これからずっと話しいと思います。AI で、帽スも作れちゃうし、ディープフェイクで映像も作れちゃうわけですから、私、原宿に行ったんだよっていうのを映像付きでちゃんと作れちゃうわけです。あの、丸文字のブログで。あの当時のインターネットだからこそ怖いですよね。 怖いですね、しかもね、あ、うんな感じで動き出すという、はい、そういった世界にみんな生きてるわけで、じゃあ、その中で本人性を保ち続けてってどういうことなんだろうってな、うん、逆に皆さん、これからのアイドルの方は苦労するんじゃないでしょうかあそうですね、もう全く同じような形で。うん あの今風の映画作れそうですよね、偽物のブログができてっていうところで。なんかネットフ f ックスあたりが「パーフェクトブルー」の実写完全リメイクやりますみたいな<ー>やったとしたら、うわ、やるのかと思いながら絶対ちょっと見ちゃうつ。いや、2023年のテクノロジーとかアイドルの環境で作るっていうのは絶対できますね、うん、そういう話を聞いてみる限り。で、うん、アイドル文化自体も別に伝ってるわけではなくて、あの握手会もあれば。うん あのデパートの屋上でのイベントもあるし、高学園球場、高学、うん、園、あそこの。だから、東京ドームのシティのあのステージも多分アイドルで人気だろうというのが、まあ状況としては前より良くなってる中で、逆にそういった問題も出てきたりなど何か作れそうな気はしますよね。うん、そうですね。な,なんかパーフェクトデュブルリメイク版になったら、なんか主人公男性アイドルの方に変えてね、うん、なんか。 なんか、なんとか北側みたいなものになんかやられるみたいな話とかになっていくと、僕は確実に見るんですけどね。実写化の噂はあったけども、どうなってるかよくわからんのですよ。本人に聞いた、誰はの好きと対談したときに聞いたけど、確約を得たのがいないのか。もうなんか手放してるみたいな話は聞きますよね。りますよねまあ、それより夢見る機会を結局できなかったですからね。きが そうですね、13でもここまでね2010年に亡くなって、うん、それで,まあ今,で今もなおというか今でこそいろったくさんの人が足を運ぶ作品になっていて、うん、でお話を聞く限ぎり、うん、まあどう考えてもこう現代的な、えー、とメッセージ性を明らかに抱えているという、まあ、描写の部分で足りない部分があったりとか古い部分があったりとかもちろんありつつも、まあ、ななんかあそうか今こういう 話題があって、こういう事件があって、こういうふうにあらわになってるものがある中で、改めて見て、ちょっとこう考えるような部分もあるっていうところでと。ちょっと、そう、九千万円の o v イから、うん、始まった企画とは思えないほどの。ちょっとこう、密度というか、圧力がある作品であることは間違いないですね。うん、そうですね。<laughs> もう今見、見てるからこそ、いろいろ、今回、みんなで話してみて。

大変なのはマッキントッシュを導入してうん、うん、マッキントッシュ神みたいなことを書いてあるじゃないですか <laughs> こういうとこで活用しているというのが当時のソーターフォービリティとよく分かれた ええー、なるほど、ちょっと今びっくりしました。<laughs> 確かに。あとコンさんっていうのは、こういう、あの、海外で公開されたんですけど、<ー>日本で。実は公開されてない、ドキュメンタリーこ、はい、れはなんていうタイトルなんでしょうか。これは、<い>サトシ君、う、このフランス語でから読めない。あ、なるほど。あ <laughs>、イリュージョニストって書いてありますよね。<あ>幻想的なことをやるコンサート誌という監督のドキュメンタリーというの。を、うん 前から撮ってるという噂わがあって、実際こうやってできてるんですけども、まあ、国内では多分いろいろあって、公開、いまされ未だにされないのを、あの頑張ってアマゾンで取り寄せれば乱れますが、リージョンがどうなってるかよく分からないから、まだ見てない <laughs> なるほど、自爆 <laughs> もちょっと気になりますし、研究自体だから非常に多く前に、昔に比べて出ているので、うんまあ、こうやってエコンティッシュも実際、復活され,、あのー、されてますし、これだとあのインタビューとか全部書いてありますから。うん コンテととかか見ると緻密ですよね当時からコンテが緻密な上に、だからそのレイアウトも緻密、あるいはレイアウトを全部書いた上でコンテに貼ってるっていう噂もあったぐらいのことですから、こういった資料をざっと見ておくと、あのー、コンサートシというのか、サート師監督というのがどこの,あの、どういうところに重点を入れて作ってきたのか。 コメントなんか見ると、こういうふうにどういうふうに演出しようかなというのがよく、昔に比べてわかりやすい時代になっているので、はい、それこそいろいろ調べて、研究して、なんか論文でも書いて、で復活上映ののろしを上げ、リメイクとつなげるようなムーブメントが起きてくれれば嬉しいですよね。 そうですね。で,すねでもこんなに、はい、あの復活上映が盛り上がっているとなるとね、過去作もまあ何度も何,何度もね、うん、えー、いろいろといろんな感でかかってはいるんですけれども、うん、ちょっとこう、うん、ムーブメント的な形であの始まったら嬉しいですね。<laughs> いや<ー>、うん、まあ大体見てるけどね、公開中全員見ちゃってるのが <laughs>。そうですね。あの劇場で見た記憶はありますけど、うん、まあプリビズとかね、今いろいろこうまあアニメの作り方、実写の作り方も変わっていく中で、うん、まあ多分コスさんが生ってらっしゃったらそれも使ってただろうなとか、うん、いろいろ考えて、やっぱ。 やっぱりまあ見たかったなっていうこともありますけれども<あ>はいもううひょどっとしたなんかあのいつもニコニコしてるあの、うん、多分現場では怖いんだけど<あ>普通にあの会ってると普通にニコニコした <laughs> あのちょっと背の高いおじさんでしたからねうんいや結構おにおお笑な感じでインタビューも答えられてたんですねインタビューの時はまああの、うん あとでこのネットを読み返すと、インタビュアーに対してな愚痴も語れば文句も言ってるところがあって、怖いんだけども、普通に喋ってる分にはとつとつ喋る方でしたから、特に怖いという印象を受けたことがなかったな。インタビューしたの実は1回だけだで、よ他では内端であれば話すぐらいの、のイベントで顔見ればこんにちはいうぐらいの言ってしかないんですけど、そういうような人だったので、存命だったらさらに何かもうちょっと。 あの仲間を募のいろいろ広げて作ってくれたんじゃないのかなと思います。ああ、そうですね。はい。まあ、ちょっと貴重なお話ですね、でもちょっとお人柄っていうのは、なかなかね、記事とかでは伝わってこないので、うん、はいありがとうございます。はいということで、割と本日はね、その当時の時代背景みたいなものを含めてね、現代、パーフェクトブルーを見る意義みたいなものも含めて、ちょっと語っていただいたと思うのですけれども、はいお二方、何か言い残したことないでしょうか。はい まあ改めて結構見,見直してみるといろいろ発見もあるし、うん、何だろうねやっぱり現代にいろんな数奇な運命があって伝わる作品になったんだなと思います。あとはやっぱり結構90年代っていうものをすごく感じさせる作品になったと思いますね。やっぱり「アイドル」「インターネット」「心の闇」っていう、うん、この辺りでもうほんいろんな作品が。 着手したテーマですかその一端を今サトシ流に描いたものと言えますね、うん。はいはい。はあの時代だから97年8年にあった作品が作られて劇場公開されたという事実を踏まえるならば <laughs> 今例えば作られていてそれほどヒットしてない作品の中にもしかしたら10年後、うん、あるいは25年後に大変な意味を持つぐらいの作品があるかもしれないと。 オリジナルであっても、あるいはその何かあの有名監督ではないアニメーションであっても、とりあえず見ておこう、劇場で見ておこうという体験をしておくことが重要であるということを、今になって教えられてる気はします。なるほどだって当時、見てなかったら、なんか残念って気がする監督って、そう、うんうん、いないわけじゃないけど、コンスタって、もうそんな気がするじゃないですか。 そういう気持ちにならないためにも、まあ、今、例えばやってる、これからの公開される映画もたくさんあります、まあ、今まさにやってる、アレスとテレスの幻工場とか、いろいろと意見もあるだろうけれども、なんかすごい映画だなという気はするじゃないですか。でも、それ、すごい映画だなという気持ちでも見に行かない人が多かったり、<ー>サンドランドもそうですけどね、うん、でそういうことであの、ランキングにまずどんどん滑り落ちて、忘れ出されていく。 中で、例えば愛の歌声を聞か,聞かせてみたいに、一人のライターさんとか、あるいは周りが盛り上げてなんとなく名目を保っているものもある、そういったような時代を、今、例えばウェブというネットというコミュニケーション手段を使えば作れるわけですから、まあ、だからそう諦めず、コンサート誌のパーフェクトブルームを見るのも悪くはない、ただそう、今まさに新しい作品が作られていて、それをあの今後25年語り継げるものがもしかしたらそこにあるかもしれないということを。 その目で発見してください。それがあの二十五年前にパフォクトブルーを見た私からのあの提言です。はい、すごい力強いお言葉ですね。確かにちょっとこう劇場に足をますます運びたいなと今聞いていて思いました。頑張ります。みんなでアイナナ見ましょう。すごい良いですよアイナナ。もう全部ライブやってないですか？何これ？どうけど。そうですよね。そこいいから。客席でみんなで見るっていうことも本当に大事ですよね。はい。しっ はいということで、本日、パーフェクトブルーについて語らせていただきました。はいお二方、ありがとうございました。えー、とありがとうございました皆さんね、ご覧になっている方も多いと思うので、ぜひぜひコメント欄で思い出なんかも含めてね、感想を書いていただければと思います。えー、チャンネル登録、えー、いいねボタンもぜひぜひよろしくお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。バイバ